クレーン山の会の2021年9月の例会登山は、コロナ禍の状況を踏まえ、地元大月市周辺の山を設定。大月市の花咲山、別名、梅の窪山755メートルとしました。当日は、曇天でしたが、低めの山とはいえ、花咲山や笹平の直下は、急な登り下りがあり起伏の富んだ登山が楽しめました。今回の行程は、9月26日。午前8時40分、富士急大月駅前のバス乗り場に集合、路線バス浜今場行き8時50分発に乗車、約16分の登山口に近い、下原バス停で下車。花咲山の登山道はよく踏まれていて、登り始めは良い道です。山頂に向け登っていくと、南面が伐採された高川山や三つ峠山などの見晴らしの良い尾根に出ます。花咲山の登山道はよく踏まれていて、登り始めは良い道です。山頂に向け登っていくと、南面が伐採された高川山や三つ峠山などの見晴らしの良い尾根に出ます。
登山口から約50分かけ、標高691メートルの目まくい岩に到着です。ここから初級者や中級者には危険な大岩山への道を回避し、迂回路となる登山道を進み、約30分かけ、午前10時50分、山頂に到着します。